張力の強に行きますね。まずまっすぐ右上がりの位置、右寄りから縦を長く持ってきますね。そしたら力を3つかきますが、上がちょっと大きめ、下は同じ大きさぐらいでいいです。じゃあ辺の少し下から右上がり、横よりも縦を長くして抜きますね。右の線に平行に持ってきますが、右の線よりも短め、まあ同じですね。横よりも縦を長くして中心から払ってきますが、右よりも短め、だいたい同じ大きさぐらい、縦を長くで抜きます。中心あたりから平行に持ってきて右よりも短め。